ダミアン神父の聖火ダミアン神父は、ベルギー出身の宣教師である。ダミアンは、修道名であり、本名は、ヨゼフ・デブーステル。ハワイ王国のモロカイ島において、当時誰も帰り見なかったハンセン病患者たちのケアに、生涯を捧げ、自らも、ハンセン病で命を落とした。カトリック教会の聖人で、記念日は5月10日である。 1840年1月3日、ベルギー、ブラバント州のトレムローの農家で7人兄弟の末っ子として生まれ、幼児洗礼を受けてヨゼフと名付けられた。修道院に入っていた兄や姉の影響を受けて、自らも1859年にイエスとマリアの精神会に入会し、司祭として神と人々に自らの一生を捧げることを誓った。この時選んだ、 修道名がダミアンであり、コスマとダミアノという有名な成人兄弟の名前にちなんだ。一行、ダミアンと呼ばれることになるヨゼフは、名門ルーベンカトリック大学で哲学と進学を学んだ。1863年、同じ修道会にいた兄が、ハワイ王国へ宣教師として派遣されることになったが、チフスによって、急遽派遣が中止となった。 ダミアンは上司に特別な許可を願ってハワイへ派遣されることになった。1863年10月にドイツの港を出発したダミアンらは1864年3月19日にホノルルに到着した。まだ新学生だったダミアンは1864年5月21日にホノルルの平和の聖母大聖堂で除海され死災となった。 ハワイの各地で活動して8年目、ダミアンは、ハンセン病患者の世話をする者が、誰もいないことを知る。当時、患者たちは見つかるとすぐ、モロカイ島のカラウパパへ隔離され、そこで、誰からも世話されずに死んでいくという状況であった。ダミアンは決断して、モロカイ島への派遣を願い、許されて、単身患者の元へ向かった。 ハンセン病患者以外のもので常駐するために島へ向かうのは彼が初めてだった。当時、モロカイ島の隔離地には800人のハンセン病患者が隔離され、415人が病院と呼ばれる家に収容され、年間142人が死亡するという状況であった。モロカイ島へ赴任当時のダミアン神父1873年5月9日、モロカイ島へ赴任したダミアンは、 患者たちの荒廃した生活環境の整備から始めた。やがて、世論がダミアンを、モロカイの英雄と言って注目し始めると、義援金なども集まり、モロカイ島の環境改善は進んだが、ダミアンと教会の上司との間に、意思の祖語が生じるようになっていった。ダミアンは一度決めたことは、絶対に譲らない頑強な性格の持ち主であったため、患者たちには優しかったが、 当局の関係者や、共働き者たちと問題を起こすことも少なくなかった。その患者たちも、ダミアンと心を通わせられなかった。ダミアンの愛やいたわりは、あなたたち来患者に向かうものであり、患者にとってダミアンは、部外者に過ぎなかった。この隔たりの深さゆえダミアンは苦悩し、次第に彼は、患者の幹部に触れることに躊躇しなくなり、 感染の可能性を恐れなくなっていった。ブラスバンドを始めたり学校を作ったりといった、長期にわたるダミアンの活動が実り、モロカイ島のハンセン病患者の環境は大いに改善され、施設は充実していった。1881年9月15日には、ハワイ王女リリウオカラニが訪問するなど、ようやく人々も、ハンセン病患者の現実に目を向けるようになっていた。 1884年12月、ダミアンは、自らも、ハンセン病を発症する。医師エド・ユアルト・アーニングと、医師アルトゥル・モーリッツの体診において、来以外の何者でもないと記されている。彼は、こうして初めて、我々来患者としての立場に立つことができたのだった。ダミアンの最後のホノルル渡航は、1886年7月10日であった。この渡航は、 日本人漢方医の後藤正直から治療を受けるためであった。後藤の漢方療法、1日3回の温浴療法によってダミアンのハンセン病は一旦警戒した。ダミアンは後藤に深い信頼を置き、私は欧米の医師を全く信用していない。後藤医師に治療してもらいたいのだとの言葉を残している。後藤はダミアンの親密な友人の一人であった。 ニューヨークタイムズに掲載された、ダミアンの追悼記事にも、後藤の治療を受けたことが記載されている。しかし、その後も病性は進行し、1889年4月15日、マザーマリアンコープをはじめとするシスターたちや、医師のシドニー・ボーン・スウィフト、さらに協力者の司祭や患者たちに見守られて、この世を去った。医師は、ダミアンの最後の姿を撮影し、 その後、写真の持ち主が死亡したため、ハワイの裁判所の裁定により、博物館に移され公表されている。死の直前に撮影された写真ダミアンは、モロカイ島に埋葬されたが、1930年代になって、ダミアンをベルギーの英雄として、その遺体を求める世論が、ベルギーで高まった。これを受けて、1936年1月27日に、 棺が掘り出され、ホノルルに運ばれた。一週間後の同年2月3日に出港し、アメリカ海軍から、ベルギー海軍を経て、同年5月3日、古国ベルギーへ到着した。港では、国王レオポルド3世以下、多くの国民が集まった。アントウェルペンで追悼ミサが行われ、その遺体は、ルーバンの大聖堂に埋葬された。その後、 1995年の列腹を機に、遺体の右手だけがカラワオの墓に戻され、今日に至っている。ダミアンのモロカイトを定住、ハンセン病発病、死去は、その度に、新聞報道がなされ、全世界にショックを与えた。兄のパンフィルも、ロンドンタイムズに寄稿した。日本においては、島田サブローが、ロンドン滞在中に、ダミアンの死去に接したと、 1905年の銀行クラブの集会で述べている。1873年にはモロカイ島の英雄となり、1881年にはハワイ王女の訪問を機にハワイの栄光になったと報じられている。ダミアンのことは病理学者であった三田健介や英国聖公会選挙協会のハンナリーデル、また多くのハンセン病に関わった。 来日外国人にも知られていた。様々な人々がダミアンに面会するためモロカイ島へ訪問した。画家のクリフードはダミアンの横角を描き耳の結節を示している。また、神山複製病院を設立したジェルマンレジェテストウィードにはハンセン病の治療薬を圧戦し後藤正直を紹介した。ダミアンはハワイ島に滞在していた時から 患者たちの小屋に入って、生体を授けたり、病人の世話をしていた。当時から、足が、ヒリヒリ焼ける感じがしたという。1878年、ハンセン病初期の症状に苦しんだが、診断はつけられていない。1879年から1880年には一時、改善したが、1881年秋に左足に。 激痛が走り、12月には熱湯に足を入れても、感覚がなく、水泡を作った。ハンセン病の決定的な症状である。1885年初め、ドイツの医師エドアルト・アーリングから、ハンセン病との診断を告げられた。ハンセン病の分類法で有名なハンセン病学者、ウィリアム・ジョップリングの見解は次の通りである。 ダミアン神父が感染したのは、モロカイトで毎日患者に接したからであるが、それだけが原因ではない。個人の免疫状態が発病に関する決定的な因子であり、彼の免疫は、生来的なものと獲得された免疫のコンビネーションによります。ハンセン病への曝露が濃厚であったから、ハンセン病を発病したのでない。曝露が軽度であっても発病したでしょう。 というのは、神父は、ハンセン病を発病しやすい、成人の5%に入っていたからです。ウィリアム・ジョップリングは、夫婦感染例を調査し、5%が感染しやすいと、している。1995年6月4日、ローマ教皇、ヨハネ・パウロ2世によって列服された。カトリック教会において、ハンセン病患者、HIV 感染者及び、 ハワイの守護者とされている。2009年10月11日に成人に列されることが2009年2月16日にローマ教皇ベネディクト16世から発表された。ハワイ州出身のバラク・オバマ大統領もダミアンの劣勢を祝福するコメントを発表した。劣勢の理由は以下の2つの奇跡である。2009年10月11日、劣勢は バチカンのサンピエトロー広場で行われた。ベルギーのアルベール2世国王夫妻及び、首相、閣僚、政党党首など4000人、近いベルギー市民、ハワイから数百名の巡礼団をはじめ、日本人のカトリック信者数百名など、数万人の巡礼者が参加した。ハワイのワイキキ海岸にある戦闘オーガスティン教会の建物の前に、ダミアン・マリアンヌ記念館がある。 後者のマザーマリアンヌは2012年10月21日に成人となった。入場は無料。ハワイ州会議児童の南側にはリリオカラニ女王の像、北側にはダミアン神父の像がある。ありがとうございます。